いやいやいや、布団はずらしゃいいじゃないですか。いやいやいや、これはでもな、弱っとるんじゃろうかな、木が弱っとるよこれは。前あのキワコボちゃんあれよ、これこの3本のうちの1本どれか切ってくれとか言ったで。これは切っといた方がいいんだろうな、何にもないからな。どこ切りが中がスカスカになったよ、うん、これはもう生きてない、これはスポットなの、うん、これはもう葉っぱもついてないじゃん。本当じゃん、うん、これをどこに捨てるかやな。これどこにそこの置いたもの取ったら、まあ、乾いたら乾かしてるな、うん、これは燃えるの。あとはそれではない、ハイエがもうなんか切った方がええような気もするけどな、うん、こうなんか目を取られるからね、本当にね、うん、これでちゃっちゃと違うじゃん、これね枝が多分割れないよ、うん、あ、こんにちは、はい、もらいます、はい、どこだっけ、シラッコ、あれじゃない、うん、コロナの中止かな、うん、もうこれほんとスカスカやろ、スカスカやろ、もう噛まない、まあいいね、任せたらいいんだって。これはしかし何も綺麗かな、切り出したら切りがないけんな、これ枝っていうかこの木の、いや葉っぱいうかこれ幹があれなんじゃない、もうなんかこう切れんで、これは切れんか、切れん、生きてる、夏はな少しでも影になるけ、うん、いいようなもんだけどな、ニコギリで行こう、こいつは落としたらええやん、これはまあ葉っぱついてるけどもう、うん、ここは落とした方がいいだろう、かんまもう取らないとこ、もうええんじゃって、任しとったらええんじゃっていうの、いやもうほんと集中ささぶと、そうそう、うん、うん、これはいくとね、あとね、な、よし、よし、ちょっと邪魔になる。生きとるな、あの粉が完全に、うん、まあでも落とした方が、そのノコギリは生きてないな、ノコギリもね、ノコギリは死んどるな、命を吹き上げとるな、おお、うん、うん、これはまあまだこれはな、栄養が分散しとるよ、いっぱいあれして、あげん本当はな、あの豊の中へな入るけ、あわなのをのけたらええけど、もう危ないけやめて、あれそれは届いてないの、豊の中へ詰まったらな、届いてないのこれ、届いてないけどそれは詰まらんよ、なんかやっぱり生きてるやつもちょっと落としたんだな、うん、あとはこっちサイドのはあれかもしれない、あった、何始まった、んちょっと柿の木をきれいにしようかな、職人さん頼むよ、
大したことないから。いや全部やってもらう。いいんじゃないこれぐらい。まあやってみる。適当にあの選定しとけや、うん。これ誰がやりましたっつって怒られるかもしれない。うん、今日旅立つのに疲れるけどそういうことは。どれ。まあでもどれを落としていいかはようわからんからね。うん、もう全部お母さん全部落とせてよ。これはね、これは確かにな。これはこの木はもうダメよ。うん、もう全然実がならんもん。なあ、今年なんか一個なの。それはこんなんが来とったよ。取ろうか。私にも。うん。はいはいはい。あ、今来た。どうだ。これとしていいもんやらっちまう。これなのことじゃない。あ、そうかもしれない。電話しますか、もしコロナの予約だったら。退院してもらったみたいに。いや、でも入院しちゃうんじゃけん。あ、そうよ。いけんのよ。そう、うん、分からんな、これが何を基準に落としていくか。分からんな。わさっと切ろうかなと思ったけど。ただこれ、うん、本当はな、これおばちゃんは本当にこの3つの枝の1本切れよとで、切り落とすとか言ったで、この間。素人でできるわけやんね。今までやってきとんじゃない、長いあれで。うん、全然してない。去年も切れ言っていなるけど。本人が好きにさせてあげればいいと思うけどな。なんじゃ、なまあ、かわいそうにね、この気も。規制されて、うん、これ昔登ってた。これ昔のあのばあちゃんがこれ置いとってくれって言ったって言ったよみたいやな。うん、それはなんか思い入れがあるんだ。あるんやろな、やっぱりな、思い入れか、なんかの記憶があるんやろな。うん、の表面が、木はだいたいこの表層、この皮の下しか行ってない、ね。うんうんうん、ああ、なるほど、うん。真ん中のは行ってないんだよ。うん、その周り、木の周りのところがこう水吸い上げて、ああ。で、どんどん太らっていくんだね。うんうん。ただ、ちょいなんか枝、本当は落とした方がええやろうな。いいと思うよな。もう今年下がるのは分かっとるけどな。うん、でもやっぱ硬いわ。生きとんかな、本当。生きとることは生きとんだよな、やっぱりな。生きてる気は切れんな、これじゃ。切れ、こっちがやられる。強いな、気は生きとるのは。ああ。やっぱこれ、ノコギリでいかないかんのかね。ノコギリやな、ほんま完全に。しょうがないか、これ。ちょっと一つ二つは落としてみたものの、うん、でもあれはね、結構皆さんバサバサ切るよな。切る、あの見てたらそこまで切っていいのかいぐらい切るよな。あの専門家もな、ほとんど裸にするよ。そうあれ一回もしんどるもの全部落とすらしいよ。でなるべく栄養が集中できるように。これも今はもう葉っぱからはこれも枯れてるから。枯れとるな。うん、これしか落としてないっちゅうこと。頼んだら葉っぱ全部落としそうな気するけどな、うん、これなんかバサッと全部やったっていう感じやもんな。うん、そういう感じでやってみるから。まあちょっとこれ切れなさそう。それな、青いもんな。これは無理そう。これはいけそう。
言いません、言いません。これは大体どの辺から来てるもんなのかっていうのも素人じゃよくわからない。まあ、ちょっとさっぱりそこや。うん。いいと思うよ。硬い。だってキワコバちゃん自身があのバッサリ切れって言ったっけ。うん。うん。本当枝を一本枝っていうかその3つ分かれたうちの1本切れって言って切ってくれとか言うけどもう大丈夫かやなと思ったけど、まあそうやね、昔の人がよく知っとるな、でもこういうのは、うん、長年見てきとるね、うん、そういうのも中心ですか。気持ちいいな、こう切るのなあ、落ちるの見たら気持ちいいわ、なんか散髪しようみたいで確かにね、あら元気になれや、前も1回目ぐらい出してみ、全然すっきりせん。でもなんかすっきりしたような気するよ、この辺は。
よく一つの枝で一つぐらいにしとこうか。どうだこれで。ここら辺がなんかすごい。こいつはどっちを残す？こっちも太いけど、あ、太い方残しとくか。ここがなんかすごいなんかごちゃごちゃしてるな。うん、モリモリとなってる。これはしかし年に来てからどうやここはもう動いてるかな。木に当たるところまで枝曲げて伸ばしてるからな。生命力のやつは残しとこうか。もうちょっとはすっきりした？したした。結構 日差しが入りだしたよ。どうだろうね、あとどれだけやれん